尼御衆とは基本的にはこの常久、春久で、その息子の義久。まあ、この三代、この常久の、孫にあたりますけど、この春久は。常久、春久の頃に、最盛期を迎えて、春久の死後わずか数年で滅亡していくという尼御衆を見ていきたいと思います。尼御衆はざっくり言うとこういう家系です。京極氏の祖は京極同様、まあ、有名なバサラ大名ですね。その孫の高久、これが尼子の滋賀県の尼子郷に入って、そこを名字の地としています。この持久の代に出雲の守護代になって、出雲の国に赴任していると。この高久の頃に出雲の、守護代になっているかな。ということで、出雲の守護代として力を持っていって、で、それがずーっと続いているという、まあ、割合、単純な形になっています。こちらが京極の本家で、まあ、あと持清とかそういう風になっていって、高吉から最後、高次、高友で、こちらの方は近世大名として残りますが、尼御衆の方は、残りませんでした。はっきりしないんですけども、まあ、一説ではこの山中、尼子持久の息子の山中幸久の子孫が、山中鹿之助で有名な、山中幸盛と。山中幸盛、山中鹿之助が、まあ、尼子家の重臣であることは事実です。まあ他に、有力な重臣としては、亀井氏などがあります。尼御衆の始まりですけども、京極高秀の、次男の高久。この高久は近江の守護代に、なっています。近江の正守護はこの高明で、弟の高久が、近江の守護代になって、近江の国に、まあ、守護代言うとも実際には在京をするケースが多かったので、守護代自身も、尼子高久もおそらく尼子のうちに屋敷を構えていたものをおそらく在京していたとは、というふうには思われます。この尼子号から載ってます。で、高久の次男の持久が14世紀の末に山名氏と争っていると。要するに京極氏の領国っつうのは、守護になったのは近江の北半分、それから飛騨、出雲、隠岐。この4カ国を京極氏は確保したわけですけども、その出雲の国っていうのは、まあ、山陰地方に力を広げている山梨との係争があり、出雲の国に守護代として現地に赴任するという形になっています。で、この持久は割合長く守護代を務めた後、清貞が応仁元年頃に守護代を継承しています。応仁の乱後、京極氏の影響力が減退していく中で、反京極運動、守護の京極氏に対立する、まあ、黒人領主層、こういったものを抑え込んでいって、出雲東部を支配下に置くと。当時の出雲、現在の島根県の、東部にあたりますけども、出雲の東部の部分が、尼子氏の支配下に入っていて、西部の方は、円谷氏という、これまで佐々木一門なんですけども、円谷氏が力を持っていたと、いうことになっています。出雲の国の東半分を支配し、する施設の守護代として、これが尼御衆の始まりです。有名なのは、常久、春久、それから義久。この、3代などに急速に膨れ上がり、そしてあっという間に滅亡していくというのが尼御衆の特徴です。で、尼子常久は、1458年に生誕し、1474年に上京して、正守護本家の京極正恒の下で成長しています。ざっくり言うと、出雲の国の、帰国後に黒人領主との結びつきを強めていって、京極氏から自立していくという、戦国大名化していくのは、まあ、この常久の時代です。特に、尼子氏は、先ほど、申し上げましたように、東出雲の方に、力を持ったんで、西出雲の方にいた円谷氏との、対立抗争関係があり、まあ、最終的にこの尼子、常久が、円谷氏を支配下に、組み入れていくという形で、出雲の国一国を、まあ、支配するようになるということになります。ところが、まあ、常久、いきなり京都から出雲に帰ってきてみると、やりすぎたのか、京極正恒から、守護代解任という、そういう浮き目にあっています。正恒にとってみりゃ、この常久がかなり勝手なことをやっていたということのようです。円谷氏、これも佐々木一門なんですけど、どういうあれかと言いますと、佐々木氏の始祖である、佐々木秀吉の五男の義清がそうです。で、この須田綱これがいわゆる近江源氏を、作っていって六角京極などに入っていきますけども、円谷氏は佐々木義清、これが祖先です。で、義清は出雲の守護になってました。鎌倉時代はこのだから義清に潜んでる円谷氏が、代々守護を務めてきています。で、有名なのはこの円谷高貞ですね。この円谷高貞は後醍醐天皇に従い、まあ、鎌倉幕府の、出雲の守護だったんですけども、後醍醐天皇が隠岐で、挙兵して蜂起の国に行ってきて、そこで占領されて働いた時に、いち早く、後醍醐天皇に味方するなどして兼務の申請でも、非常に、重要視される人物であります。あっさりこの、高貞は、まあ、鎌倉幕府を裏切っちゃったと。後醍醐と高氏は対立すると、今度は高氏に従って戦功を挙げていきますが、1341年、室町幕府が発足した直後に、謀反の嫌疑で、足利忠義からの、追討命令を受けて、物井直忠らによって、討伐されると。で、まあ、これに関しては、南朝との通謀があったんではないかという議論があって、この南朝との通謀の、嫌疑、これはおそらく実際南朝と、二股かけようとしたんじゃないかという形が今のところ多数説になっています。これが太平記になりますと、河野諸直との対立説、つまり河野諸直が円谷高貞の妻が美人なんで石田健康に恋文の代筆をさせてやったけども、それを振ったんで河野諸直が断言したというふうに河野諸直は悪者に仕立て上げていますが、これは全く根拠も何もない。諸直はおそらくこの円谷高貞には全く関係がない。この高貞討伐は、足利忠義と桃井忠常らによって行われているというふうに考えられています。ただ、この円谷高貞の話は、後に奏本忠臣蔵で円谷判官、字が違ってますね。正しくはこちらなんですけども、奏本忠臣蔵はこちらになっています。この円谷判官のモデルになっています。いわゆる、浅野匠の神の、ですね、役割ですね。河野諸直が吉良上野介。円谷判官の、家来である大星由良之助となったら、もうそれは幕府アウトにするわなという。高貞は、滅びましたが、この高貞の弟の時綱の系統が存続して西出雲を支配していると。で、これが尼御氏と対立構想を繰り広げるという、そういう形になっています。常久が京極氏から自立していくその背景には、この京極騒乱と言われるもの、これまた京極氏のところで詳しくありますが、ざっくり京極騒乱をざっくり言うと、これ対これの戦いですね。それにこの勝秀が早死にしちゃったと。で、持清も死んじゃったと。そうなった時に、この両者が対立すると。正光と乙道寺丸が、西軍に行っちゃって、正恒とこの2人が東軍に行っちゃうという、そういう形。もともとこの京極持清は東軍型の主力ですよね。彼は東軍型の主力だったんですけども、この正光と乙道寺丸が、対立したと。綱折を食らって京極氏っていうのはこの仲間割れ、さらにそこに六角氏が絡んでくる、あるいは六角、それから重臣の高家。この多賀家の中でも、この京極持清の代理説、ものすごく活躍したのが多賀忠敬という人物なんですけども、この多賀忠敬に対する、反発等もあって、ぐちゃぐちゃになるわけです。で、最終的にこの孫道寺丸が死んで、その煽りを食らって、正恒は、出雲の国に下降してくるわけですけども、その出雲の国に下降してきて、1508年に出雲で死んでいます。その息子の吉宗は、そのまま、残り続けたんですけども、彼は乙道寺丸、減服して高清、この高清と、戦って、最終的にこの高清と和睦したんですが、騙し討ちにされて殺されちゃうと。で、この吉道寺丸は、この正恒ともに出雲に来とって、で、正恒は死ぬ時に吉道寺丸の貢献を守護代の、尼御常久に頼んだんですけども、吉道寺丸の消息はそれ以降は全く不明であって、吉道寺丸は大量の佐々木家に、こつとある文書を持ったんですね。それも接収 しちゃったんで、まあ、尼御常久が邪魔者吉道寺丸を殺しちゃったとしても不思議ではないと。吉道寺丸の所在が不明になった段階では、出雲の、守護は、事実上尼御氏が支配すると。で、京極氏はこの戦いをこういった内向を繰り返していた結果、出雲を尼御に、飛騨を、三木に、隠岐を隠岐氏に、それぞれ、それぞれ守護代にしとったんですけども、この守護代に、領国を奪われるという形で、北近江藩国の、小大名に転落すると。北近江藩国でも立派な大名なんですけども、実際には、北近江藩国のつが、湖北の、三軍の有力国人であった浅井氏に取り込まれていく形で、浅井の庇護のもとに存在する名目だけの存在になるという形になってしまいます。尼子常久の活躍が、ここから始まるわけですね、本格的に。尼子常久、一つはこの山陰の雄英という形で、尼子常久が大きく、飛躍する、大きなきっかけとしては、この大内義興に従って上洛していると。彼は、そういう意味では京都に割合、関係が深い。京都の方を割合向いている、大名であるとも言えます。若い頃に京極正恒の下で、育ち、再び京都に戻ってきたと。大内義興に従って上洛。船岡山合戦で活躍しています。つか参加してるみたいです。目立った活躍はなかったみたいですけども、これは細川隆国と細川住元の争いですね。長期と組んだ高国、それに対して足利義経を、抱える杉本で、結局これ杉本が敗れて高国義興が天下を抑えて、足利義経が、再び将軍に返り咲くと。でこの時に、毛利興元あるいは布施興房、こういった大内氏の元の有力国人である毛利氏、あるいは大内氏の重臣である布施なども、参加しています。常久は、三男の興久を、この円谷氏が、仲間割れを繰り返し、仲間割れを起こしてつか、内紛を起こしたときに、漁夫の利で、この三男の興久を円谷氏の養子に入れることに成功して、円谷氏を支配下に組み入れると、いうことになります。で、この興久は、もちろん、この大内義興から、返記を、授与され、さらに、国久はこの、細川隆国の国通じを伝えられて、自分の息子たちに、それぞれ細川隆国と大内義興から、一時配慮するという形で、この、義興隆国との、関係を強めていくと、いうことになります。その後、常久は、義興はそのまま、しばらく京都に10年居続けましたけども、常久は、そのまま、船岡山合戦を終えると、一旦帰国して、蜂起の国に侵攻していきます。周りの国々に勢力を広げていくと。ただ、蜂起の国に侵攻したときに、自分の嫡男の尼子正久が戦死するという悲劇に見舞われます。1517年には、石見の前守護であった山名氏と組んで、大内氏の石見の拠点を、攻撃していると。だからこの頃になってくると、室町幕府の力は田舎の方では好きにしろとなってきますから、守護は結局、後付けで与えられるケースが増えてきますんで、山名は石見の支配力を失うと、守護も大内に変わってしまうということになります。で、大内氏の石見の拠点を攻撃するという形で、石見の方にも力を持っていくようになっていきます。島根県の東部を中心に、そこから蜂起の国、つまり鳥取県と、それから島根県の西部の方に、力を伸ばしていくという形ですね。山陰の方面を抑えていこうと。で、1520年には、出雲全域を、完全掌握することに成功しますが、同時に国境を接する備後、あるいは安芸の、勢力との軋轢が今度は増えていきます。尼子氏としてはそちらの方との戦いも増えていく。尼子氏は、そういう意味では、戦いに次ぐ戦いということになります。1521年には石見の国、それから安芸の国、二面作戦で、この両方に侵攻していきます。この頃、安芸の国の国人、毛利元就は、尼子常久の支配下に入ってましたけども、安芸の国には大内氏が入ってきていると。安芸の国の国人としては、どうやって大内氏の勢力を排除するか、大内氏の安芸の、国への影響力をどうやって抑えるかと。いうことに不信せざるを得ないわけですけども、毛利元就が選んだのは、尼子常久と組んで、大内義興を、義高を、抑えると、いう形で、毛利元就が、鏡山城を、陥落させています。常久と元就、お互い利用できるものを利用しようということですから、当然、相互不信に陥っていくと。で、さらに、毛利元就、彼は次男坊ですけども、毛利興元の息子が本来続いて、毛利元就は、それを貢献したんですけども、その毛利家の、家督者であった元就の甥が、廃人したことで、常久はそこに、自分の息のかかった人物を毛利家の家督に継がせようとしたんですが、元就はそれを拒否すると。そういう毛利氏に対する介入に、反発した元就は尼子から大内に離反してしまって、安芸の国では、尼子氏の力が減退すると。で、さらに1526年には、宝亀の国、備後の国、の元守護である山名氏が尼子氏から、離反すると。まあ、結局、尼子氏がこういう山陰方面で、一人勝ちの形になっていくと、山名としては結局尼子の支配下に入っていくのか、それとも、離反するのかという、難しいものを迫られるわけですけども、山名氏はここで離反を選んだと。1527年には、常久が備後に、出兵しますが、山名氏も単独で尼子と戦いなので、当然、大内氏との、結局大内氏と、尼子氏の両天秤になるわけですけども、備後に、救援に来ていた末興房に、常久は、敗北すると。なかなかだから出雲から外にはなかなか行けないと。1530年には、塩屋興房の乱が起こります。塩屋氏を継いでいた三男の興房が、常久に反旗を翻し、そういう中で常久は、大内氏との、和睦を選び、大内氏と和睦して、興房を、鎮圧して、殺害します。だから常久は割合、尼子氏の雄飛のきっかけとは言われますけども、実際には彼の段階では出雲を統一し、石見の国に、入っていったと、いう感じですね。で、基本的には応仁の乱後、どっかの国に集中せざるを得ないという形で、宝亀、備後の国で、例えば、山梨は結局宝亀の国、こちらを、死守する方になっていくと。そういう時に備後はがら空きになる。それから、安芸も山名の、領国やったんですが、そこのところはもうがら空きになるんで、毛利元就、あるいは、大内義興、尼子常久。こういった連中の草刈り場になると。いうことが割合あったようであって、三河が、一色氏が、形骸化した後は、松平、織田、それから、今川の草刈り場になるとか、遠江もそうですね。柴家が撤退した後は、今川の草刈り場になってしまったと。そういうような、形になっていってる感じで、です。尼子常久一回、正代解任されてますよね。はい。これ、解任された打撃大きいんじゃないんですか？また復帰できるんですか？こういうのは。ここで、常久に代わるような強大な勢力がありは打撃ですけども、実際には、実は正常にはオペレーションがほぼなくて、守護代解任して、これで黒人が離反するかどうかというところで、結局離反しなかったら、これもう正常なわけなんですよね。黒人たちがどっち動くかが鍵なんですか？その黒人たちの支持は大きいと思います。黒人、あるいは非官層、そういった、黒人は非官ですね。そういう非官層の動向というのは、室町時代は結構そういうのは大きいですね。特に京極氏のように若干ガバナンスを失っていると、これが大内やったらまた多分違うと思うんですよ。教育の場合、結局、だから六角と教育の差っていうのを、その辺で、近江の国を、どん程度、近江の北半分で結局、浅井の台頭を許すか、それとも、ギリギリで耐え切るかの違いで、六角と教育の関係っていうのは多分あって、結局、最終的にああなっちゃう教育のガバナンスの弱さっていうのはあるんじゃないかなと。六角の場合は他に、よそに領国持ってませんから。これどこかにね、集中していかなあかんとして、例えば山名の場合ね、なんで安芸や備後を捨ててね、宝亀と今から見れば、安芸や備後の方がええんちゃうんと。結局、多分悲観とかの強さの問題もあるんでしょうね。例えば、柴家って、尾張ってちょっと小さいよなという、とうとう見行けよかったのに、結局尾張を選ばなきゃいけないのは、結局、まあ、芝をこう、面倒見てくれるのが、織田しかいなかったと。宝亀の国は、山の重臣の柿谷が、まあ、仕事やってたんですが、柿谷が多分裏切らなかったんですよ。じゃどれでも選べるというわけではないんですね。うん。多分選択して自分ではなかなか選べない。仕事して立ててくれるとこへ行かないといけないと。うん、だからやっぱり南北朝期がかなり早くから守護を当てるところはやっぱり残っていくかなという。うん、だから山名の場合、秋の国っつうのは、例えば足利義持の頃に一時山名時弘が謹慎処分を食らった時には、やっぱり秋の国が無法状態になって、老荘土日本興録でも、早期刑がやってくるときに、ここは、海賊が暴れとるというふうなこともあるんで、なかなか秋の国は難しかったかもしれませんね。で尼子経久は長男は戦死して三男は裏切るんですよね。なかなかあれですね、人生思うじゃない人物ですね。で結局家督はこの次男が継ぐことになるんです。いや、家督は最終的に死んだ嫡男の孫が継いでます。結局家督はこちらが常久の次はこちら続いてます。で、これは、新宮党として、自立性の強い、出雲西部の支配になっていきますが、後にこれ、春久に、この国久と実久のこの二人は、粛清されてます。先取りですけども。だから結局、孫ですね。一応、着慶が家督を継いだわけですね。そうですね。だから、まあ、ここにあれか、沖久がおって、これが縁やということですね。この人が戦死した後、春久がついてます。まあ、この常久の場合、常久は、暴政と言われるんで、ものすごい、なんか、すごい大名というイメージありますけども、まあ、思うほどこの時には広がっていないと。常久の段階で確保できてたのは、出雲だけなんです。ほぼ出雲。あと、まあ、石見にちょっと、手出ししてると。出雲のはいいとこなんでしょ？いいとこみたいですね。意外に日本海交易の小浜と、赤間が関、博多を結ぶルートにもなってますし、尼子一族は割合意外と交易にも絡んでますね、この人ら。出雲にいい港があるんですか？日御岬の近くがあるみたいです。出雲大社の、先っぽの方の日御岬神社付近に港があって、どうも尼子はそこの、出雲、現在の、大社町の、現在灯台がちょっと荒れてますけども、日御岬あたりに港があって、尼子はそこの港を、拠点したみたいです。出雲からだと朝鮮半島には行かない？行きます、行きます。行くんですか？行きます。朝鮮半島にも行きますし、明の商船なんかも入港したり、尼子の重臣であった亀井惟則は、シャムとの貿易もやってます。南蛮貿易にも手を染めたみたいです、尼子は。じゃあ、交易からの収入もあるんですね。かなり行ってます。で、その港を管理したのが、どうも日御岬神社ですね。だから尼子は日御岬神社を非常に重視すると。で、この日御岬と対立している出雲大社とは喧嘩すると。出雲大社ってこの頃まだそういう軍事力みたいなの持ってるんですか？一応やっぱり古い出雲国造系ですから、有力な黒人的なものですね。この尼子対立はこの千家の方ですね。これ大きくなろうと思うと大内なんですね、影響力が大きいのは。まず大内ですね。あとそれから山の残骸とかあたりを狙っていくか、大内とぶつかるか。で、大内も山の残骸を狙ってますからね。だから結局大内との覇権争いになりますからね、これは。逆に言うと山名はこの頃落ちぶれかけてるんですか？そうです。大仁田の頃はもういっぱい守護持ってましたよね、山名って。うん。秋から、金土から。結局、山名なんであんなに急速衰えてたのはちょっと私も、なんであんなに急に放棄、結局放棄一国に転落していきますからね。放棄、ビンゴあたりが結局残ったのか、最後まで残ったのかな。で、ビンゴは結局、雨乞いに取られちゃうのかな。田島持ってましたよね。あ、田島は一応残りますね。田島守護と、田島守護家と、ほうき守護家はそれぞれ家が違いますが、まあ、この両方とも一応残ります。家が違うんですか、あれ。うん、田島守護家、宗禅の子孫は確か、あれは、田島の方やったか、ほうきやったか、どっちかが宗禅のあれで、もう一つは山名弘隆のあれなんですよ。宗禅のいとこぐらいの感じ。山名一門結構、いろいろあって、結局、まあ、それを束ねてたのが宗禅。だから宗禅が死ぬとばらけるし力を失っていくしで、その山名が死後から脱落したところを大内とか尼子とか狙っていくわけですね。そういう感じなんですね。で尼子としては西の方にはもうなかなか行けないから東の方に行こうとすると大内との、まあ、関係は難しくなると。あ、西へ行けば絶対大内とぶつかるんですね。そうです。うん、東へ行く。東へ行くしかない。大内は強いから。でも東へ行くとなんかいいとこ空いてそうな気がしますけどね、岡山とかね。結構空いてますね。備前とか播磨の方も赤松がいますけども、こちらもガラ空きだけどもガタガタですからね。でも常久の代で京極から自立して出雲を固めたというところですね。尼子晴久。事実上戦国大名尼子の2代目です。正久の子として生まれますが、晴久が4歳の時に父正久は戦死しています。放棄の国の守護代を経て1937年に常久の隠居に伴って家督を継承しています。室町時代のこういう大名で、まあ、家督を継承するっていうのはいきなりパーンじゃなくて、一応家督を継承してからしばらくの間後見役として常久がついているという感じになります。もちろん1938年には石見の、結局石見っていうのは銀山があるんで、この石見銀山を大内と尼子の間で取り合うという。で、大内が一旦作った石見銀山を、尼子が奪取すると。まず一つはまあ、だから、尼子の向かう方向は石見。それから稲葉。それから、そっちのですね、稲葉を制圧後、播磨の国に侵攻しています。当時、石見と稲葉と播磨、の守護職を持っているのは赤松晴政だったんですけども、石見は事実上これは大内と足利が喧嘩したので石見は赤松に与えられてるわけですが、だからほんまに名目じゃないですけども、その赤松晴政を撃破して薩之城を落城させて、さらに三木城の別所市を支配下に置くという形で、播磨の西部の方にまで尼子氏は今度は進出してきます。もともとはこう石見から東の方に尼子が領土を広げてきたのは足利義晴から上洛要請があった、それの対応があったんですけども、逆に義晴の、上洛、命令をてこにして播磨の国まで、抑えようとしているという、そちらの方のイメージが取られたのか、足利義晴からの警戒、さらに義晴は、大内氏と、関係を持つようになるという形になっていきます。1940年にはかねてより微妙な関係にいた秋の黒人である毛利元就を攻撃しますが、毛利元就との、戦いは、吉田郡山城で尼子晴久が敗北し、尼子氏がバックアップしていた秋武田氏が毛利元就に滅ぼされるという形になっていきます。1941年には尼子常久が、死去したことで、尼子氏の支配下にあったあちらか諸国人のかなりの多くが大内方に、まあ、特に秋の国とかそういう尼子のもともとの、古くからの領国外にあったこの黒人領主が一斉に大内方に離反して、尼子氏は秋、稲葉とか石見とかそういったところから急速に力を失っていくと。それに対して1942年には大内氏が常久の死、それから尼子氏の弱体化を見て一気に出雲に侵入し、1942年に月山都城での戦い、ここで大内氏がボロ負けしたんですね。これがきっかけとなって大内氏は衰退の一途をたどっていっった可能性があると。まあ、少なくともこの合算戸田城以降、大内氏は海外戦争を回避し、どっちか言ったら文官と大内義高の支配権を強めていく中で、軍事権を握っていた守護代との対立。これが後の大明治の変の原因になるんじゃないかと話を先週しましたけども、逆に尼子晴久サイドから見ると、まあ、常久が死んで不安定やった尼子氏は、この合算戸田城の戦いで大内氏を撃破したことによって、大内氏が攻めてこなくなったと。石見銀山に関してはもう完全に尼子氏がしばらく抑えることができたということで、内政に取り組む暇ができたんですね、尼子晴久は。かねてより尼子氏と対立してきた出雲国造家、出雲大社の宮司ですね、出雲国造家を抑えて、出雲の国の支配体系の強化が進んでいくということになります。尼子晴久は山陰の覇者へ。石見銀山は、しばしば大内と、それから尼子の間をうろうろするわけですけども、合算戸田城の戦い以降、石見銀山を確保します。さらに1945年頃には稲葉守護であった山名実道を従属させますが、これに危機感を覚えた田島の守護職である山名助豊が山名実道を攻撃して、その結果、稲葉にあった尼子勢力は減退すると。稲葉の方が膠着したんで、今度は備後の国に出兵して、備後の国で毛利氏の勢力を駆逐すると。尼子晴久はものすごくあちらこちらに出兵を繰り返していきます。1548年には美政子の国に進出し、1950年には日御碕神社を支援して、出雲大社を牽制し、出雲大社の力を削いでいくと。1551年には播磨、備前の守護代であった浦上政宗と組んで、備前の国に進出するという、この浦上氏というのはあれですね、赤松家の重臣ですが、浦上氏と組んで、備前の国まで尼子氏が先進してきます。基本的には大内との衝突を避けて東の方へと勢力を伸ばしていこうという形ですね。尼子氏の最盛期、大明治の変で大内氏が滅亡します。で、大内が滅亡したのを受けて、大内氏の、に代わる中国地方の有力、大名として尼子晴久が幕府の中での存在感をする。まあ、幕府及び朝廷サイドとしては、大内氏の代わりを尼子晴久に、まあ、期待したんでしょう。晴久に小満州の、資格、さらに出雲、隠岐、伯耆、稲葉、美政子、備前、備中、備後の守護職、8カ国の守護職を与えると。この段階で、出雲、隠岐、伯耆、稲葉、美政子、備前、備中、備後。これ、いずれも、基本的にこの中で、尼子氏が確実に、抑えてるのはおそらく出雲、隠岐ぐらいで、伯耆、稲葉、美政子、備前、備中、備後に関しては、毛利、あるいは山名、そういったクラスと、戦ってる最中なんですけども、要するに幕府としては、これらの国々の、そこの支配者は尼子であるという公認ですね。さらに朝廷から従五位の下、修理の大部の官位を与えられるという形で、まあ、おそらく当然それに伴う献金とか、あるいはこういったところの自社本所領の保護とか、そういったことがおそらく期待されたんだろうと思います。だから、まあ、大内氏の後継者としての地位を朝廷幕府から公認されると。まあ、これがいわゆる尼子氏の最盛期ということなんですけども、じゃあ、この8カ国を、実効支配してたかって言ったら、まあ、おそらく実際に尼子氏が、この中で支配できたのは、出雲、隠岐、それから伯耆の一部ぐらいだろうと。1553年に、美政子東部に侵入して、だからこれも美政子言うても、実際、尼子が拠点を持ったのは美政子の西部の方に、持ったんですけども、守護ということで、1553年には美政子東部へ侵攻し、さらに美政子から隣国播磨にまで入ってきて、播磨の国の加古川まで進出してきています。東の方にこうぐーっと入ってくると、西の方、まあこの背景には毛利元就との備後との戦いがあって、備後の交易で備後の国に関しては、尼子氏はこの頃影響力を喪失してしまっていると。それからこの1950年代半ば頃に、尼子一門の有力な一門であった尼子国久、実久、彼らを謀殺しています。で、この、新宮党というのは、こういう様々な、大内でいうところの末みたいなもんであって、武力軍事力の中心だったりで、この新宮島というのは、この武功に応じて、かなり強い力を持っている。さらには、場合によっては、本家の尼子晴久を、しのぐ権威すら持っていると。だからまあ、逸話等では、この国久、実久らは、武功を重ねきて、非常に傍若無人であったというふうに描かれてますけども、これは要するに、武力によって非常に大きな力を持ったということが、おそらく反映だろうと。この新宮島というのは、塩冶の孤児であった出雲の西部を支配しとったわけですけども、この新宮島を滅ぼしたことによって、出雲の国西部も直轄化することができて、尼子晴久への権力集中が進んでいくということになります。1555年には末春方が滅亡し、行ったり来たりしているこの石見銀山、再びこれが奪還されると。ということで、まあ、大内と、この石見銀山というのは常に尼子と大内の間をうろちょろしている、そういう状態になってきます。尼子晴久の、詩ですけども、大内義長が滅亡して、大内義長が滅亡したことによって、毛利氏にとっては敵はいないと。で、大内義長の、実兄である、大友宗麟との関係についても、まあ、大友宗麟は義長を完全に見捨てちゃったんで、毛利氏にとっては、大友氏も気にはならないと。そうなってくると、毛利は、石見の国を狙ってくるんですね、やっぱり。この石見の国、石見銀山を手に入れるっていうのが、やっぱり圧倒的に重要であったと。その結果、尼子晴久と毛利元就との合戦が活発化していきます。さらに尼子晴久にとっては、この備前美作における浦上氏との戦いが始まり、備前美作、それから石見、こういったところで近隣諸国との戦いに明け暮れると。そういう中、非常に大変な中、1561年、尼子晴久は合算戸田城で、急死します。まだ40半ばです。結局、尼子氏の中央集権化の、途上やったんですね。まあ、新宮島を滅ぼして、出雲の国に関しては直轄化を、完了して、一門の中の有力者は抑えたものの、黒人層、いろいろ、あちらこちらに出雲の国の黒人層、そういったものの権力を少しずつ成長しつつある中で、晴久が急死したことは、逆に言えば、この晴久が死んだら一気にタガが外れると。黒人層の反発、あちこちに婚姻政策を張り巡るんですけども、そういったものもうまくいかず破綻していくと。そういう中で、息子の義久は非常に大変なことになるわけですね。晴久の、もう一つの、特徴は、西出雲を中心とした貿易拠点の構築。日御碕神社の膝元にある雨竜港に、おける対朝鮮、明、南蛮の貿易などもやってます。で、これは、亀井氏、重臣であった亀井氏に引き継がれていくことになります。尼子氏ってね、播磨の方まで出かけていくでしょ。で、これ実効支配できてるのは出雲だけなのに、播磨へまで遠征していくメリットは何なんですか？何なんでしょうね。一応播磨の国の加古川まで進出したのは上洛への布石というふうなあれがあるんですけども、多分本当に上洛する気があったら、上洛してなかったということは、まあ、出てきてみたというぐらいであって。これ一時的にこう軍を進めるだけで、ここから年貢が入ってくるとか、そういうことは期待できないんですか？多分、播磨の国までは多分期待できないと思います。美作に関してはおそらく拠点を持ってたんで、そこからそういうのを広げていこうと思ったのは分かるんですけども、加古川までこう進出してくると、これは多分、浦上氏の関係でしょうね。だからここはちょっと浦上の方、またちょっと浦上の事情をちょっと見てみないとわからないところもあるかもしれない。基本的なことなんですけどね、集合大名がいてね、はい、その下に黒人とか非官とか言いますよね。はい。集合大名っていうのは直轄地からの収入で財政を賄うんですか？黒人たちにも課税するんですか？どうだ、課税するんちゃうかなと思うんですけどね。あまりよく知らない。詳しくはそういうレベルは知らない。黒人たちを非官として組織していけば、軍事力は増えるんですよね。何がの時に黒人たち動員すればいいんだから。うん。まあこいつら動いてくれるかはまた別問題だけどやっぱり主語だから、主語単線とか一国役的な課税権っていうのはあるんでしょ。ああ、そうですね、うん、それが大きいんじゃないの、主語式では。うん。あとはそれはちゃんと徴収できるかどうかの問題であって、一応そういう権限あるわけですね。権限はあるわけですよね。主語式を確保して、でそこで単線を取る力を持ってれば収入が増えるんですね。はい。あとやっぱり臨時の役はかけられますよね、一国役は。例えばこの日御岬の神社のあれを行うとか、神社をこう燃えたから再建するとかいう時にはこの一国役をかけて、それを神社に回すことによって、まあ、中抜きするとか、うん、出雲からね播磨の龍野とかね加古川とかそんなとこまで行かないで、例えばその今でいう鳥取県とかその近くをね確実に抑えていった方がいいんちゃうんと。どっちかと孫して狩人的ですよね。なんかこう、しっかりとこう自分の拠点を確保して、そこのとこから安定した収入があって、とりあえずこう手出してみて、そこで短期的な利益をこう積み重ねていくと。略奪でしょ？うん。略奪。統治じゃなくて略奪王朝的な行為でしょ。だから加古川あたりまで戦線伸びきってる、維持するつもりはない。農地を支配するっていうイメージで考えちゃ説明つかない。うん。略奪ですよ。それは上杉の関東出兵と似てるよね。ああ、そうですね。略奪していわゆる奴隷、うん、人狩りですね。うん。上杉なんて関東も抑える力はないわけでしょ。うん。だけど毎度毎度来るわけですね、関東関連の名において。そうですね。あれは略奪でしょ。うん。略奪、人狩り、奴隷売買、似てますよね、テイストがね。うん。どちらも豪雪地帯であるつが今雪の多い地帯であるつのあれ関係あるでしょうね。はい、考えたら、この越後上杉氏と尼子氏って確かに地理的な関係似てますよね。うん。定型的な支配を考えちゃいけないよね。大方、冬になると出ていくんでしょうな。うん。秋いうか、刈り取りが、そうそう。終わったらわーっと。農繁期の、労働力も取れるし、種もみも取れるし。軍事行動は、季節的なもんがあるんですね。出稼ぎ的な割合、大名もそうですよね。当時の大名も大体あると思います。考えたら尼子氏も越後上杉氏長尾氏も両方とも守護代からのし上がっていったやつだし、一時的に見かけの支配権は広がってるけれども、うん、そこをがっちり根を張って支配できてるというわけじゃないんですね。うん、おそらくほんまにこの辺だけでここを本拠地でこういうところにザーッと伸ばしていくと、さらに播磨まで行っちゃうと。地図に色塗ったらあかんわけですね、ここ尼子のもんやで確かにこれこう塗っていくとものすごい尼子広いですからねうん。でも実際多分播磨の国なんて多分数ヶ月しかいなかったはずやし、そもそも播磨の国には彼らの権利もないし。あ、そうですね、主語でもないですもんね。主語でもないんですよ。多分赤松からしたらものすごい迷惑になるでしょうね。美作とか備前で関係に持とうとは思ったと、助けてもらおうと思ったけども、播磨でやってくるとなると、これもちょっと話が違うぞみたいな。それ吉春もちょっとやばいと思うでしょうねこいつガチでやばいと。幕府が主語と認めた範囲で動いてる分はまだ認めてないとこまで出ていかれたらと。もう播磨の国に関してはもう単線とか主語家とか一国役とかレベルじゃなくて、もう完璧にただの略奪だよなという。どうひいきみたいなただの泥棒だよな。そうやってよそ者が略奪に来るのであれば、うちのお殿様ちゃんと頑張って守らんかいと農民たちが言うのもそりゃそうですね。うん。最近のコミックってそんな多いですよね。大名には百姓を守る義務があるんだとか。ああ、はいはい。そう、なるほどねと。守ってくれんやったら、例えば、まあ、ハリマン守ってくれんやったら、もう、わしら尼子に行っちゃうぞみたいな。うん。結局、秋田がお城の中に逃げ込むというのも、相手が略奪に来たんだったら、それは守ってくれってお城の中に逃げ込みますわね。うん。多いのは、自社へのに逃げ込みですね。ハリマだと、光の書引き付けにありますよね。ああ、難民キャンプ状態なの。城は、まあ、入ったらある程度は保護してもらえるけどリスクも高い。あ、戦闘行為に変わらない感じね。殺されるし。だからベストな選択はアジール。イカルガの書引き付けでもあれだよね。戦争が起こりそうになると財物を全部阪急寺に持ってくる。ああ。で小屋掛けもしちゃう。その小屋掛けから出荷して阪急寺ほとんど焼ける。それはひどい。あんまり偉そうなこと言えないけど、それは読んだ記憶がある。うん。だからもちろん城に逃げ込ませるっていうのは領主側の選択ですよね、一番いい、うん、戦闘力として。ただ諸刃の剣で食料の確保が難しくなる。それを悪用するのは秀吉ね。力合戦ですね、典型は。まあいろいろとありですね。うん、じゃあ赤松が弱体化してから、この播磨とか備前、美作あたりが草刈り場になってるんですね。そうですね。いろいろ。もういろんなやつがいろいろやるよるという。裏紙も当然、まあ、もともとこの守護代で裏紙もあれやし、裏紙の方が頭痛いでしょうね。うん、どないしようかなと。尼子か、毛利か、赤松か。で、そこの新宮島の尼子国久とか、おじさんですよね、継続から。そうですね。これ、暴走してたらやっぱり逆らったんですか、新宮島が。言うこと聞かへんかったんですか。まあ、勢力が増えてきたみたいですね。やっぱり発言量が増してくると。尼子氏の記録では、ものすごく傍若無人になって、家中の反発が強まったというふうに書いてあるんで、わかりやすいパターンですね。逆に、末が滅ぼされたら、まあ、そう書かれたんじゃないかな。末が相良竹虎に滅ぼされていたら。じゃあ尼子の場合は出雲に関しては中央集権化を進めていった、ね、そこそこ進めていったというか、まあ、出雲に関しては抑えられていたと。うん、でまあそういった新宮島を滅ぼして黒人とかをこう、家中にくり入れていこうという動きの中で春久さんが急死すると。春久があと10年ほど生きてれば中央集権化はもっと進んで、もうちょっと尼子が残ったかもしれませんね。うん、この石見銀山というのは何回も取ったり取られたりしてますけど、これ絶対守ろうというぐらいの価値はないんですか。いや多分絶対逆で絶対守ろうと思ってるけども、石見銀山の近所の城があって、その城の取り合いなんだよ結局。だから銀山本体潰しちゃったら当然ダメですから、銀山を管理してる城の取り合いなんですよこれ。銀山の近くで銀山を管理してる城を取った方が銀山を支配すると。うん、おそらくまあちょっと地理的なあれ見てないけども、金子先生は東島さんだと行かはったんですよね、銀山は。知ってるね。村井一個中隊が遭難しそうだったんでありますお城。それってやっぱり湯の津でしょ。うん。あそこの城としっかりとした山城があって、あと湯の津の機械だよね。その積み出し工事なん確か。はい。それをちゃんと抑えないとダメだから、まあそこを逆に言ったら、そこを抑えたら、うん。いうわけで。まあそこはもう殴り合いになるでしょうね、そら。まあそりゃそうでしょう。実際その銀を掘っている鉱山と鉱山のある町のところを攻撃し合うというようなことはしないんですね。銀山の摩文に隣接して結構ね山城ある。あの銀山って山奥ですよね。すっごい。湯の津まで歩いて1時間ちょっと。あ、海のもんなんですか。うん。すっかり寂れた世界遺産。日の岬行った時は5月やったんだけど、季節でしたわ。あそこは西側に日の岬神社の前宮とか別宮とかが島にあって、それがこう抑えてる港湾が一つあるよね。うん。それからもう一つこう東の方に大きな島があって、その付けれんところ、いわゆるこう尾道みたいな感じの港湾があって、そこでそう日民貿易だの日朝貿易だのやってたのは。そうですね。まあすごいとこだよね。うん、確かに切り立った断崖が風を防ぐにはいいね。うん。うん。日の岬ってあんまりね有名な岬じゃないけど、結構な難所だったんですかね昔は。あそこ回るのって。うん、どうでしょう。いや意外といい港湾で。日の岬神社文書ってあるでしょ、文書群。ありますあります。確かあったはず。見たことある。うん、名前だけ見たことある。うん、あんなとこにそんな国際貿易やってたその中近世に港があるってね、あんまり知りませんね。いやだからね、松本先生ね、非常に面白いのは、現在の我々の目から見たら、とても港と思えないところが立派な港湾なんですよ。うん、その小さいところの実例は若さの国たがらすの浦ですよね、小浜市の。あれがなんで港湾なんだ。それから畑野先生もよくご存知の函館の篠栗の港、うん、港なんて現代人には思えないところが港湾なんですよね、あそこは。うん、確かにしんどり難しいですよね、あれ、なんか想像するの。あそこ、ここ港かいなという。あそこは道路の裏側は私、ラグーンになってたと思うんだけど、うん。まあ、だから、現代人の目から見て、っていう思うようなところが重要港湾で、うん、もう、日の岬とかね、そこの、なんつったっけ、国際貿易やってたところなんて、もう超大型港湾ですよ。うん。実際、現地を踏まないと分かんないね。そうですね。播磨の室津ぐらいなんですか、もっと小さいんですか。室津はでかいですよ。室津はでかいですよ。あれ大きいんですか。大きいです。あれはかなりの大型港湾です。うん。あれから見たら魚住なんてちっちゃいですよね。幅をきっと人造的に曲げてるだけだから。まあ実際こういうのに興味のある視聴者の方は。Google マップや Google マップの航空写真で見てみるとイメージ湧くと思います。じゃあ室津とか友というのは今行くとね、なんや狭いとこやなと思いますけど、あれ大きいんですね、港としては。あれ大きいですね。うん、室津は大型港湾、友は中の上ですね。友は見たことがない。室津は一昨年ぐらい行った。大きいです。大きいです。立派ですね、室津は。はい、そういうやっぱり歴史の楽しみっていうのは、現地に行って皮膚感覚的に感じるのも楽しみかなと。うん。相生からね、大きなタンカーの止まっている相生湾通って室津へ行くとね、ちっちゃい船が突然走ってね、何やこの狛江港はというふうに思ってたからね。いや、名花なんていうのはやっぱり大規模港湾で、3号市でも中の上でしょ。まあそれはタンカーと比べたらタンカーと比べたら大概のが小さくなっちゃう。ちっちゃい時のやっぱり感覚がねおかしいんやなと。そうか、歴史的に見れば室津な、これは大規模港なんやという。それって播磨だったら福泊なんて言ったら、うん、なんじゃこれですね。すごいですよ、日の岬の周囲は。うん。それとあそこのサザエ飯はうまかった。どうでも、ものすごくどうでもあしたが。石見という国はかつてはいいとこだったらしいので、今行くとなんかね、寂しいなと思いますけど。まあ、若さとか石見とか、法規とかも、まあ、あれでしょうね、日本海交易の重要な大動脈ですわね。うん、で、そこにアマゴみたいな強い権力ができたら、そこのところにまあ当然交易港ができるし、で、それに興味がありゃ、春日さんみたいに興味がありゃ、日朝、日民、南蛮貿易が出来上がると。これ出したの銀なんですよ。銀、まあ銀はあるでしょうね。うん、まあ銀なのかな。一番儲かるのは銀だよね。うん。石見銀山あっての交易ですか？多分。むちゃくちゃ銀出たらしいですね、ここの銀山は。うん、世界の3分の1とか言うて、石鹸でしてますね。雨越し久、もうこれでこの雨越し久の男性1枚で滅びちゃいます。1540年に雨越春久の次男として生誕、長男を廃人しています。嫡子として育てられますが、1561年、春久の死によって急遽家督相続と。春久が死ぬと、毛利元就は石見への信仰を強めていき、慌てた義久は運慶和議を結びます。つまり義久は室町幕府の足利をしてるに、まあ頼って、毛利元就との和睦に動くんですけども、で、一応、義久は毛利元就が石見へ干渉しないという、そういう約束を取り付けて、うまくいったかに見えるんですけども、お互い石見に口出ししないというふうにすると、当然、石見の国にあった尼子型の黒人たちは、まあ、いわばはしごを外された状態になって、彼らは尼子も毛利も石見から一旦ちょっと干渉しないという形になりますと、崩壊で、しかも、元就はそれをわずか半年で、この和議を破棄するという形で、石見からあっという間に出雲に攻めてくると。1560年には、蜂起の国が毛利氏のもとに陥落して、これで、尼子氏の陸上の重要な地点が、抑えられてしまうと。今年1565年には合山突城が陥落して、大名都市の尼子氏はここに滅亡すると。尼子氏さんわずか4年で家を滅ぼしてしまっているということになります。結局、春久が死によって、尼子家中がものすごく動揺して、一気に雪崩を打ったということが大きなポイントだみたいです。で、結局、義久は毛利元就によって命は助けられて、義久は毛利氏の客分として、その後長い生を過ごします。1610年まで彼は生き残って、1610年に死去しています。で、子孫は尼子という名前を捨てて、佐々木という名前と福永という名前。一応この尼子の名跡は、毛利輝元が、この義久の一門から、後継ぎを持ってきて、尼子の名跡を継がせて、彼らは佐々木。で、尼子義久の子供たちは福永という名を名乗って、いずれも、それぞれ明治維新まで、萩藩の藩主として残ります。尼子氏の復興運動が起こるわけですね。尼子氏の重臣であった山中氏と立原氏が、尼子の復興運動を開始します。で、特に中心になったのが山中幸盛、まあ、山中鹿之助として有名な人物ですが、この山中幸盛を中心とした運動が始まります。彼らが擁立の尼子勝久、元新宮党の生き残りですね。春久によって滅ぼされた時に、この国久と実久が殺され、実久の嫡男とかもすべて殺されたんですけども、この勝久は出家していたために難を逃れたと。で、この難を逃れたこの勝久を還俗させたんですけど、まあまだ義久が生きてる状態でこれを担ぎ出す段階でどないやねんと、いう気持ちはなきにしもあらずですが、まあ義久はもう完全に毛利の中に取り込まれてるんで、これはまあいわば反毛利運動になりますよね。尼子勝久を担い上げると。で、山名助というの支援を受けて、第一次再興運動が始まります。まあ、山名助というとしては、毛利の脅威から、この尼子復興運動に協力することなんてなんとかなったらいいんじゃないかなという気持ちですよね。ところが、1569年に、山中幸盛らは出雲の国に侵攻して、一旦出雲の国の占拠に成功するんですけども、翌年、毛利元就の軍が入ってきて、山中幸盛は、吉川元春、元就の、次男の吉川元春に捕獲されてしまいますが、彼は脱出して、尼子氏の第二次復興運動に移ります。1570年に、捕獲から脱出した山中幸盛は、しばらく、彼はその間、京都とかをうろうろしながら、動いたようですけども、村上武義など組んで、村上水軍の村上武史らと、瀬戸内海の抑えるこの村上武史らと組んで、稲葉君に侵攻し、で、山名豊国と連携して、鳥取城を奪取します。豊国が、鳥取城に、入城して、さらにそこから出雲の国に狙おうと思った時に、豊国は毛利に寝返ってしまうと。この豊国は結局最終的に、これちなみに山梨で江戸時代に皇太頼愛として残るのはこの豊国の子孫です。秀吉のおとぎ衆として、で、江戸時代には山名豊国が皇太頼愛として残ります。この山名豊国に関しては逸話があって、あれは確か今川氏真と会った時に、山名豊国がやれたらペコペコして、今川氏真は足利の一門だつんで、山名豊国やれたらペコペコしたら、後で徳川家康が豊国に対して、お前一応新田の総領なんやから、お前がもうちょっとしっかりしてもらわんと困るんやけどなぁ、というふうに言うたと逸話が残ってます。一応徳川も新田をなさってたもんで、新田の総領のお前がしっかりしてもらわんと困るんだよなぁ、と。で、豊国は後にこれですね、鳥取城主、彼は最後の最後で、鳥取城主、秀吉に寝返って、命が助かるというあれですけども、山中鹿之助は浦上氏、あるいは九州の豊後の大友氏、あるいは尾張から京都に入ってきた織田氏と連携しながら反毛利運動を展開していきます。ところが1575年に吉川をもたる小早方掲げが、稲葉の国を攻撃して、この第二次山越復興運動は、結局失敗に終わります。で、山中鹿之助はまだ懲りません。第三次山越復興運動と。彼はもう思い切って織田信長の元に入る、これしかないということで、信長の配下に入ります。1576年には、幸盛は、明智光秀の配下に組み込まれて丹波攻めで赤井直政との戦い、あるいは秦野秀春との戦い、こういったところで戦功を挙げます。1577年には幸盛は今度は織田信忠の軍に組み込まれて、大和の国の松永久秀の四季山城攻めで、活躍した後、いよいよ、念願かなって毛利攻めに組み込まれることになります。羽柴秀吉軍に彼は入ります。秀吉の命令を受けて、上月城に入り、毛利攻めに、毛利との戦いに臨むわけですけども、毛利軍は上月城の攻撃をします。秀吉はこの上月城の守備に回そうとしたんですけども、信長から三木城の攻略を優先しろというふうに言われたために、上月城は見殺しにされてしまうと。その結果、1570年に上月城は陥落し、幸盛が擁立してた尼子勝久は自害。で、幸盛は処刑されて、もう一人、勝久を担いでいた山中幸盛ともう一人の立原久綱。久綱は命助かって脱走しました。久綱は蜂塚正勝を頼って、最終的にこの土地原家は蜂塚家中に、入ります。ここに、尼子氏は完全に終焉したと。あとは、毛利家の客商となってしまった尼子義久らが残るだけになったと。いうことで、まあ、いわゆる大名との尼子氏はここに、ついえたと。で、この時に、上月城が見殺しにされてしまった時に、一人生き残った尼子関係者がいたんですね。それが亀井惟範です。亀井惟範は、山中幸盛の養生をめとって亀井氏を継承しました。この山中幸盛も一時、亀井家に養子に入ったことあります。最終的に亀井氏、もともとは、別の家やったんですけども、尼子家臣の中でも、まあ、重臣の一角を占めている亀井家を、継承します。彼は尼子最高軍にずっと従軍してました。1577年には明智光秀に属して、丹波攻めで活躍して三千石。で、羽柴軍に属していて、上月城陥落時、この時に尼子関係者、一網打尽に食らったんですけども、亀井惟範は、秀吉と行動を共にしていたために、この難を逃れています。鳥取城の勝江攻めで活躍して、その功績で、秀吉から、鳥取城の13000石をもらうという形で、いわゆる秀吉の稲葉衆として、後に重用されることになります。彼の大きな、話としては、中国を大返し中に、出雲の国を結局、まあ、諦める代わりに、本能寺の変で毛利と和睦したために、出雲の国に関しても諦めてくれと。代わりなんかいろいろ考えるからというときに、じゃあ琉球の神をくださいというふうに言うたらしいです。琉球を抑えようとしたんですけども、まあ、これは亀井惟則が交易に非常に関心を持っていたということで、まあ、これは結局、天狗春久の影響ですよね、大方。ただ、島津氏、一応、まあ、琉球との取り次ぎ関係は島津が担当するようになってるんで、つうことで、小田原城攻めの頃に、彼は結局、武蔵の守に変更しています。関ヶ原では東軍に属して、鳥取城攻めで城下を焼き払うという事故を起こしています。まあ、これで家康の不況を買うわけですけども、亀井惟則は、自分が西軍から裏切らせた武将に全部の責任をかぶせて、そいつを切腹させて、自分は責任を逃れています。稲葉の国、鳥取城を抑えた彼は、まあ、稲葉の国鹿野藩の38000石。彼は交易に関心があったようで、シャムまで貿易船派遣したりすることもやっています。着氏正則の代に、津和野藩の43000石に加増されて、転封しています。ちなみに、この元国土庁長官の亀井久興さんは、自由民主党から国民新党、娘さんの亀井明子さんは立憲民主党の現在、代議士ですけども、彼らは亀井惟則の津和野藩の末裔です。ただ、血はつながってるわけではなくて、明治時代に下重寺流の旧貴族で下級貴族である堤家からの養子が入ってますんで、血筋は的には惟則とはつながってませんが、この亀井久興、亀井明子、領主は一応この津和野藩亀井家の後継者、だから亀井惟則の一応、まあ、子孫となります。広島区の亀井静香さん、静かでない方の静香さんは、この一門と言われてますけども、その辺ははっきりわかりません。遠縁であるというふうに言われてますけども、国民していた時には、静かな方の亀井さんと静かでない方の亀井さんというふうに言ってましたけども。ということで、尼御氏は以上です。山中鹿之助って出雲から出撃したわけではないんですね。もう出雲を押し立てますからね。押してたんですね、この頃は。うん。で、織田軍に入って一旗あげようと。あ、それであんな光月とかああいうとこに尼子がいるんか。結構こう見ると活躍してますよね、彼は。信長の部下としてものすごく優秀ですよね。で、このまま信長が勝ち続ければ、勝久さんを担いで、まあ、1678年に結局上野城で死んじゃってますからね。この亀井惟則さんが、まあ、最後の果実を手にしたと。あそこで尼子さんが生きてたら、多分亀井惟則の代わりに尼子勝久で、亀井惟則はおそらく尼子家の家老として多分残ったんだろうけども、まあ尼子さん死んじゃったし。まあ、大方あれですよね。尼子、その下に山中や立原で亀井と。まあ、亀井はそういう意味ではあれですよね。一番おいしいとこ、果実を手にしたと。やはりまではね、山中鹿之助とこの尼子の滅亡いうのは結構、実態は分からんままに有名な話ですけど、全国的に有名なんかなと思いますけど。あんまり知らなかったです。名前は知ってたけども、山中鹿之助ってやったら有名な名前は聞いてるし、なんか、我に艱難七苦を与えたまえという、そういうかっこいい話でしたけども、じゃあ何してたんだろうという話はあんまり知らなかったです。尼子病のね、愛用の近くにもあって、尼子というのは結構、西播磨では、別に光月じゃなくても、赤穂でも、相生でも、尼子の滅亡に関する話はあるので、ポピュラーですけど、山中鹿之助がどういうルートをたどって光月に来たんかということは、ああ、なんとなくそのまま知らんかって、なるほど、こういうふうにしてきたんか、私も出雲の尼子がね、うん、やってきたんかと思ってましたけども、なるほど、全然違うんやと。まあ、この勝久さん自身もなんか新宮島の乱の後、京都に行ってて、京都でなんか出家したみたいですね、あれ。ウィキをね、ちらっと見たら。もう山中鹿之助か、その辺の中級グループ、尼子家の、もうこの辺、ちょっと食いっぱぐれて、職を求めて、お家最高や、って、うん、そういうグループや、って書いてあって、なるほどと。いや、だからあれでしょ、信長方に繰り込まれたっていうよりも、イメージとしては、客商より下の、私はこういうのを流れる商、武将って呼んでるんだけど、要は軒先貸してくださいっていうタイプでしょ。そうですね。軒先貸してください、参事にさせてください、一旗あげますっていう。うん。これでいいですか、そっちは。うん、そんな感じでしょ、もう流れて。うん。軒先借りてるような一個招待。中体規模ないよね。多分ないですね。陣の軒先借りて、手柄立てたらなんかください。だから補給なんてないから、やってることは略奪でしょ。うん。もしくはちょっとだけ恵んでもらって、補給は。まさにこう、軒先借りてるような連中。だからあっちこっち動いてますもんね、こうやって。そうそう。陣狩りってやつですね。あれでしょ、蒙古襲来言葉もそうでしょ、もともとは。あ、そうですね、あれ。あの人。何もない。何もないところで、ほとんど1個分隊ぐらいで行くわけでしょ。末永だと5人ですからね。だから分隊。もう分隊どころか。分隊以下だよね。5人だもんな。5丁。まさにそういうタイプですよね。うんうん、じゃあ光秀とか秀吉の頼家とかそんなもんでもないんですか？多分確か何百人レベルの 軍がくじゅっとひっついてるだけです。だからまあ、とりあえず戦い、うん、じゃあなんとか仕事くださいから、じゃあ光秀のとこに行けと。で次は信忠やと。あ次は秀吉が毛利に行くけども、お前さ出雲のあれ打てたよな、ほんならお前ついていくかって感じでしょうね。うん、で分取ってこいと。秀吉軍に入って張り混ぜ目になったところで分取りの芽が出たわけですよね。うん、だからまあチャンスだったわけですね。うん、1時2時どんどん下がっていって3時になってくると多分ほんまに100人ぐらいでしょうね。うん、最初から多分何千人でこう行ってうわー行って潰されて2回目行って潰されて3回目もうほんまに流れて信長へ。だからまさに軒先借りてる時は100いないでしょ。うん、その時は養えない。1回目の時は結構な勢いでしたね、鳥取、稲葉あたり。そうそう。はい、この時はまだ多分、雨子の維新とかいっぱいおって、まだ滅びてちょっとやから、雨子の維新とかもおって、多分、9号できたんですよね、多分。勝久を稼げたら、食い詰めたやつらがまだ9号できた。それがどんどん減って、当然減っていくわけで。まあでも最後、別所長春が裏切らなければ、ひょっとしたら、一旗あげることができたかもしれない。うん。ね。うん。亀これの世の代わりに雨子がいったかもしれない